かわいい。かわいいか。ああ、そうか。
いやーねえはい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。まあ初めらへんからなんか無言で俺がほぼほぼはぁ、あ、へぇほぉとかなんかうなずいてるやつがあったんですが、ホームズじゃないモリアーティの幕合いが意味深すぎてねってやつだよね、すごい思っております。でなんかいろいろとツイッターのトレンド等でホームズの幕ホームズじゃない、いつもモリアーティの幕合い、新茶の幕合いがやべえみたいなこと言われてたんで、どういう感じなのかなと思って見てみたんですが、相当なんかやばいねまあ一部切り抜いてこの動画に関しては多分お送りしてると思うんですが、いやーホームズさん確かにお前なんでなんだいっていうところがいっぱいあったよね。でかつこれ普通に幕合いの物語でちょろっとやるもんなのかっていうのも思ったりしてた。うん、正直なところね、そこが一番びっくりしてたかな。いや本来だとあれってボリューム的にはストーリーに関わってるとかね、ストーリーサイドストーリーじゃないイベントとかで関わっててもおかしくないなっていう内容だったんだけど、まあああいう感じで意味深にされるとすごい気になるよねっていうのがまあ正直なところだよね。うん、今日実際のところどうなんだろうな、モリアーティが黒幕なのか、単純にホームズが黒幕なのか、いやどっちなんだろうね。まああの文章的にホームズもちろん黒幕感出してたけど、なんか確定して黒幕っていう感じではなんとなくないって思ってるんだよね。あれなのかな、異星の神とかと繋がってたりもするのかな。で特に、ま、言われてみれば確かにっていうのが第4得意点から第6得意点に行った時にどうやって行ったんだっていうのも気になるところだよね。うん、まあただ今何だったっけ、ホームズに関してはなんかツイッターかなんらかしらでザオロスだったっけなっていうクトゥルフ神話の、神様がいるんですが、それに似ているんじゃないかっていう噂が出ていて、すごい気になる点でもあったりするね。まあ仮にそれが確定してたらしてたらでちょっと怖いんだけど、まああの様子だとクトゥルフが何らかしらやってるのかもしれないなぁとか思いつつこの動画撮っておりますまああの戦ってる敵に関しては超適当なんだけどね。うん、いやけどどうなんだろうな、この後まあホームズに関してはある程度ストーリーに関わってくるっていうのは方法を確定してるんだけど、新茶どうなんだろうな、関わってくるのかね新茶。どれぐらい火力出てる、お火力いっぱい出てた、思ったより出てたわ。でまあそれは置いておいて、いやけどどうなんだろうな本当に、あくまでなんか布石として置いておこうってモリアーティが言ってるイコール絶対その布石は発動するっていうのはなんとなくわかるんで、気になる点だね本当。今後のちょっとストーリーが楽しみだなっていうのがあったりするかな。まあただモリアーティがどこで出てくるのかすごい気になる点なんですが、まあ出てきたら出てきたらで、まあ楽しめばまあ一番いいって感じか。倒せる、よし。ということで適当に、グダグダとお話ししてきたんですが、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.